日頃とか言ったか。どんな女がタイプだ。ちなみに俺はタッパとケツがでかい女がタイプです。そうよ、ムッツリにはハードル高いわよ。お前は黙ってろ。ただでさえ意味わかんねえ状況が余計ややこしくなる。でお友達だな、早く答えろ。男でもいいぞ。性癖にはそいつの全てが反映される。女の趣味がつまらんやつはそいつ自身もつまらん。別に好みとかありませんよ。その人に揺るがない人間性があればそれ以上は何も求めません。俺はつまらん男が大嫌いだ。悪くない答えね。巨乳好きとか抜かしたら私が殺してたわ。うるせえ。釘先は丸腰だ。揉め事は避けたい。人を許せないのは悪いことじゃないよ。それも恵みの優しさでしょ。やっぱりだ。退屈だよ、伏黒。伏黒！ヌエプラスガマ。聖帝知らず。相手はゴリゴリの近接タイプ。距離を取り拘束する。全速じゃ。体も女の女の好みも。くそ。何ぞ退屈。そこまで言うならやってやるよ。動くな。トム。何やってんの。なんで交流会まで我慢できないかね。帰った帰った。大きい声出すぞ。いやーん。めんどくせ。俺パンダ、人間の言葉わからない。